男にします。だけどそこでまだ女です。文科生1号まだ女です。今はお姉系なんですけど、格闘技も始めたいって言うんで、僕来週からスパーリングしよう。見たい人はあの体育館何でしたっけ。あれは上板橋体育館の前の公園でスパーリングしよう。多分それ喧嘩で公開処刑、公開処刑、公開処刑、通称がそれって何ですか。スパーリング喧嘩。あ、ゴーちゃんに撮ってもらいましょう、スパーリング。お姉系のじゃあ、そしたら、じゃあだってそろそろワッコさん見て、超内股なんだよ。あの、これ、見てあげて、積極的に全て出てます。俺、今、何話すんだ。漏らそうとしてる、漏らそうとしてる。我慢してるから出てますよ。何話すんだろうって。じゃあ、ワッコさんより最後、皆さん集まってるので、はい、グラスをお持ちください、グラスを。ありがとうございます。